ラジオ USA からヘンリー・セルマンがお送りします。我が国は現在、未だかつて見たこともないような異形の敵による攻撃を受け、壊滅的な被害を受けています。今朝、天が割れるほどの轟音が鳴り響き、私は地震と思い飛び起き、窓の外を見て愕然としました。戦艦が空を覆っていたのです。巨大な戦艦が去った後は瓦礫の山が残されるのみでした。友や家族の骸が排水溝にあふれ、その姿は捨てられた人形のような凄まじき光景です。海を渡り我が国に押し寄せてきた戦い、皆さん、人類存亡をかけたこの戦いの結末は、この戦いは人類の敗北で終わるのでしょうか。